今日静岡市で今年4月から成年年齢が18歳に引き下げられることを PR するイベントが開かれました。成年年齢は今年4月1日から20歳を18歳に引き下げます。これにより18歳になれば親の同意なしに携帯電話やクレジットカードなどが契約できる一方、消費者トラブルに巻き込まれる危険性が高まることから、これを未然に防ごうとイベントが開かれました。今日は静岡サレジオ高校の生徒がデザインした注意を呼びかけるクリアファイルなどが商業施設を訪れた人に配られました。あんま実感はないです。まだそこまで学校とかでもなんか講義とかを受けるんですけど、そこまでなんか自分ができること多くなるんだなっていうことしか分かんないです。高校生ですとか大学生の若い方々だけではなくて、保護者の皆様にもそういった若い方々の悪質商法の手口ですとか、そういったところを知っておいていただく必要があるかな。県は今後もホームページや SNS などで情報発信を続けていくとしています。